皆さんこんにちは、まもるです。現在特別企画と金曜日の応用編を同時進行で行っているため、一時的に週2回の配信となっております。お間違いのないようにぜひチャンネル登録をお願いします。そして今回はサーブのコントロールについてお話をしていきます。コントロールが上がればもちろんダブルフォルトは減りますし、何より有利な試合展開を組むことができます。最後まで見てこそ本番で活かせるような内容になっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。はい、今回は3つの大事なポイントに分けて話をしていきたいと思います。1つ目、トスアップを安定させる。2つ目、頭の位置をキープする。3つ目、ボールへの入り方。こちらの3つになります。まずは1つ目のトスアップを安定させていきましょう。トスアップは持ち方が大切です。持ち方は中指の第一関節と第二関節の間、薬指の第一関節と第二関節の間の指の腹にボールを乗せるように置きます。親指を少しサポートするような形で持ち、人差し指と小指が引っかからないように持ちます。指が引っかかってしまうとボールに回転がかかってしまうため不安定になります。回転がかからないようにするには、ボールを離す瞬間に手のひらを上げたい方向に向けて広げます。上げる時の注意点は、肘を伸ばし肩支点で目の高さで離します。もう一度確認していきましょう。こちらをどうぞ。はい、回転のかからないように肩支点で手を伸ばしてからトスアップ、はい、こんな感じですね。次に2つ目の頭をキープすることを意識していきましょう。頭が動くとボールとの距離が取れにくくなり、インパクトがブレてしまいます。上げたトスに対して顔を向けて、顔をボールに近づけるようにするとバランスが崩れにくくなるので、インパクトに体重が乗るようになります。もう一度確認していきましょう。はい、上げたトスに向けて顔をしっかり向けて体重を乗せていく、こんな感じですね。最後3つ目はボールへの入り方になります。スライスサーブとフラットサーブに関してはラケットが後ろから前に入りますが、スピンサーブは下から上方向に入ります。しかしラケットが下から上に入りすぎてしまうと下のフレームに当たりやすくなってしまいます。そしてこの時一番意識するポイントはこちら、肘の位置になります。肘はトロフィーポーズの時になるべく高くして、インパクト後の打ち終わりもしっかり高い状態で終わっていきます。はい、こちらを見てください。肘の位置が残ると後ろから前に振る中で下から上の感覚が少し残りますよね。はい、最後にもう一度確認をしていきましょう。トスアップは指が引っかからないように手のひらを打ちたい方向に向けてインパクト、はい、頭の位置はキープするように意識をして、はい、顔の向きがしっかりボールに向くように、はい、そうですね、体重を乗せてインパクトしていきます。スライスサーブはフラットサーブと一緒でラケットが後ろから前に、はい、スピンサーブは下から上に来るような形でいきます。スピンサーブ下から上に入りすぎるとフレームショットになるので、肘の位置を上げて少し後ろから前の様子を強くしながら下から上に来ていきましょう。はい、こんな感じになります。まとめ、サーブのコントロールを上げるにはトスアップを安定させることが大切。トスアップを安定させるには肘を伸ばし肩支点で上げ目の高さで離す、頭の位置をキープするには上げたトスに対して顔を向けて顔をボールに近づけるようにする、ボールの入り方を意識するには肘の位置を上げることが大切。
サーブのコントロールを良くして試合で使えるように頑張って練習をしてみてください。必ず役に立つスキルですので、ぜひ頑張ってください。それでは次の動画でさようなら。ご視聴ありがとうございました。動画を楽しめた方はぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。また気合の入ったインスタグラムもやってますので、ぜひご覧ください。